皆さんから本当にたくさん来ていただきたかったんですけれども、今ツイキャスでご覧の方もいらっしゃると思います。今日ここには今ですね10人ぐらい来てらっしゃるので、本当に思いの丈を戦争させない、平和がいいよねっていうこと、それから今この世の中こんな風に変わってておかしいよねと思うことなど、率直に皆さんからスピーチをお願いしたいと思います。それでは、2014年の2月6日の日にトップバッターでスピーチした方をご紹介します。竹内先輩お願いします。はい皆様こんにちは、トップバッターで4年前に発言したということを私すっかりもう覚えていなくて、若年性認知症が進行しているのかなって、若年性若いじゃなくて弱い方の若年性なんですけれども、ただ私この北区アクションに本当に育てられてここまで頑張ってこれたかなと思っています。実は私このアクションに参加するのは3年ぶりなんですね。会社の労働組合の立ち上げですとか、あと父がちょっと体調を崩して介護とかその後のいろんな問題があってちょっとブランクがあったんですけれども、今日最後だということで参加させていただいて本当に皆さんにお会いできてよかったと思います。あ、竹内と申します。はい、陸上で、1万メートルの女子で日本新記録を18年ぶりに30何秒も更新した、積水化学の新谷仁美選手、私、本当に尊敬しているんですけど、私も一応元アスリートの一人として、新谷さんが、あの方24歳で、1回引退したんですけれども、4年後に見事復活して、私は3年ぶりなんですけども、また素晴らしい記録を、ね、続々と更新しているということで、もう新谷さんの走りを見ていると本当に元気になりますし、平和だからこそね、スポーツもできるし、いろんな活動やいろんな家族や友達の皆さんや同僚の皆さんや地域の皆さんといろんな、町内会の掃除ですとかいろんなことができるんだなということを私はすごい感じていまして、で核兵器の廃止のねそういう国際的な法律も、成立していよいよ核兵器が全世界からなくすっていう運動が、盛り上がってますけども、日本政府はその条約、核兵器禁止条約にまだ批准していないということで、これは本当に恥ずべきことというか、やはりこう政府を変えて、今の自民党、公明党の政府を変えていかないと、私たちの願いというのは本当の意味で実現することはできないんじゃないかなと思います。で、来年は必ず総選挙もありますので、ぜひみんなの力で私たちの平和を守り、暮らしを守り、コロナを本当に最優先で、解決するための一生懸命頑張ってくれる国会議員を増やして、今の自民公明党の方々にはもう降りていただいて、新しい日本、新しい世界をですね、本当に世界の平和も実現しないといけないと思いますし、それが私たちの北区アクションの、創造的なまた新しい発展にもつながると思いますので、これからも皆様と力を合わせて、微力ですけれども頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。竹内先輩はですね、雨の中スタンディングでずっと赤羽の中で立っててくれていて、ズボンがぐちゃぐちゃになるだけじゃなくて、いろいろとチャックが壊れたりとか、いろんなことがあったり、ハプニングがあっても最初の頃私たちと常に一緒にアクションに来てくれて方です。本当に竹内さんもありがとうございました。じゃあ続いてはここに登り